どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は明智光秀の火縄銃使っていこうと思います。光秀は刀と火縄銃あるんだけども、どっちとも使い方が違うので面白いよね。それでは光秀の攻撃を見てみましょう。固有チャージがチャージ3、そしてチャージ9、チャージ9はためが可能となってます。チャージ3、出ろ出ろ。チャージ3は火縄銃には珍しく、自分の周りに攻撃ができる技になってます。チャージ9、このチャージ9がとにかく強い。威力範囲ともにものすごいんだけども、8回切らなきゃいけないっていうことと、最後に結構貯めなきゃいけないっていうことで慣れが必要だね。慣れればめちゃくちゃ強い。それでは光秀火縄銃いってみましょう。これね、縦の長さはかなりあるのよ。縦の攻撃範囲はかなりのもんなんだけども、横がね結構狭い。なんでちょっとね慣れは必要になってくると思います。今までが何だろうね、大槍とかそういうの使ってたら、あれなんか狭いなって思うと思う。俺も最初ね、いや火縄銃これ微妙でしょと思ったのよ。でもこのねチャージ9、これを使いこなせるようになってきたら結構面白い。まだ俺も全然使いこなせてはないよ。んだけども、これ使えればマジで強い。敵がまあうまいこと自分の範囲に入って、なおかつ反撃をしてこないぐらいの距離っていうのを把握してやっていけば、まあ、全然いいね。威力がまあとにかくすごいからいい。あと戦技も強い。戦技の威力も高いので、スキルで戦技の技が、威力アップ、なんだったっけ名前、一番下のやつを入れるとかなり強くなります。まあ強みはこの戦技とあれだね、チャージ9だよ。とにかくただ慣れが必要。慣れるまでは結構微妙な感じだと思う。刀使ってた方がまだまだマシな感じかな。まあこの新速攻撃、まあちょっと便利ね。一回走って次銃撃つ時がそこそこ先の方まで届くんで、これはまあいいけど、威力はそんなないんだ。チャージ新速攻撃のあれか、攻撃力を上げるやつとかいいのか。ちょっと待ってちょっと待って、これ難しいな。兵を使って50体倒せる、難しいんだよねこれ。兵の最使用時間が短いやつがいるから、そいつらを多めに入れてくれば50体いけるか。これ大体失敗するんだよね。時間的に難しいか。ちょっと剣心に変わってもいいけど、今回は変わらずに、光秀で、やっていきましょう。おお家康、家康もうほら、いざ。これなんだよな、切り伏せと。がっつりこう密着しちゃうとチャージ8、チャージ9か、あれはまず持って打てないね。まず持ってためないにしても、ためないにしても打ちにくい。あ、いけた、オッケー。セラは今の1撃でいけた。まだか。まあ見ての通りなんだけど、むちゃくちゃダメージある。すごい、よし。ここはあらかた切り伏せと片付いたな。ここで
ヒット数もそんな出せないよね。ヒット数も出せる技がそんなに、そうね、チャージ4から8のやつも、そうね、これもそこまでヒット数出せないんだ。もうちょっと横までね、このマルチショットみたいに5方向に銃撃するとかだったらいいけど、1方向に銃撃するやつだからあんまりヒット数が出ない。範囲が狭すぎる。もう開いちゃってるじゃん。開いちゃってるよ。攻め込まれる。やっぱりあれだね、キャラクターをチェンジしていかないと難しい。引かせてもらう。あ、よし。いやー、チャージ9を今見せたかったけどな、ちょっと難しかったか。はい、あと武将3体ボス倒して終わりか。うん、一応念のためのこっちも倒しとこう。さっきのやつもね、経験値がやっぱ入るからね。あー近っ。あー、もうもうもっち今ちょうどいい感じで溜めれたかなと思ったら横から来て妨害。まあ、よくある話だけどさ、この武器にしたらよくあるやつだけど、俺の刃から逃れられると思う。扱いは難しいわ。おわ、あれ、どういっけるぜ。いない、いない、後ろか。ただの軍師と侮るなよ。小林さん、あ、ちょっと待って、もう。してくれよ。ああ、ちょっと3体いる、おい。ネームのやつが強すぎるやん。める者くん。よし。ちょっと待って、今川くんも、今川くんも後ろにいる。なんという屈辱だ。オッケー、ちょっと行くぞ。あー、もうこれ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 、もう本当にもうマジで難しい。敵将、あと切り伏せと、あそこか、誰だ、付き合い切れぬわ。今川君がなしにして、ああ岡部さんね、尋常に勝負せい。もう行くよ、行きまーす。すべて壊そう。終わりだ。敵将終わったね。切り伏せた。止まりはしない。ポーズもバッチリ。ここで死んでは血を尽くせぬ。はい、ということで今日は火縄銃の光秀使ってみました。ちょっと癖があるので、扱うにはだいぶ慣れが必要だと思うんだけど。慣れてしまえばかなり強いのでやってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。